こんにちは、タケルでチューブです。今回作るのがこちらになります。 HG144/1 ガンダムルブリスゾーンを作っていきます。パッケージの方はこちらですね。前面にゾーン、そして後ろにウル、ちょうどウルの時とは逆なバージョンになっていますね。ただ装備の方でやや違うのがこちら、ゾーンの方には腕部にビームサーベルがあるということなんですよね。もちろんシールドの中にもビームサーベルは入っています。そしてこの手は長く足が短いというとてつもなくこの変わった形状のこのモビルスーツを今日は作っていきたいと思います。そしてパッケージ側面がこちらですね。はい、ビームサーベルを展開させている状態のゾーン、そして開き手が今回もついてくるということですね。でバックショット、そして前面のショットですね。そして今回は18番目のキットになります。はい、そして全体のですね、前後の画像、そしてパイロットのノレやデュノクということですね。はい、そしてスペーシアンには強い憤懣と遠征感を持つと、まあ普通にはなかなか読めないようなくらいの感情のお持ちにするということですね。はい、では早速こちら作っていきましょう。はい、開けますとこんな風になっていました。そして安心の2袋ですよね。はい、そして説明書になっています。はい、機体解説の方とこちらパイロットの情報がちょこっとだけ載っていますね。そして開いていきますと、よいしょ、こうなってます。まずはこちら後ろの方からですね。はい、カラーチャートの方と武装の一覧の説明、そして表紙、そしてこちらランナー紹介から始まり組み立てスタートという感じになりますね。そして裏面が同じく組み立ての続きとなっていくわけですね。はい、では早速こちらルブリスゾーン作っていきたいと思います。ランナーの方は全部で6枚、ビームサーベルの刃以外は全てルブリスゾーンになっていました。ルブリスウルからの流用パーツはなさそうですね。では切り出しをしていきたいと思います。パーツを切り出すとこのぐらいの分量ですね。いや、いい感じの量だと思います。では作っていきましょう。頭部の方の色分けもこちらですね。4色ですね。黒、緑、白、赤と4色のパーツでできていますね。そして蓋を、頭をかぶせてあげて、はい、そしてアンテナをつけてですね。で、アンテナの方は安全フラッグがこのように4つともですね、がっつりついていますね。結構分厚くなってますよね、この安全フラッグ。はい、そして最後おでこにこちらのクリアパーツをつけてあげて、頭部完成です。そしてこちら胸部になります。首の方がこのようにフレキシブルに動くようになってますね。そして引き出し機構があるタイプのこれですね。はい、水星の魔女シリーズはこのが共通でこのように引き出せる機構になっていますよね。そしてここに胸パーツをつけてと、よいしょ、で分割線はこのように段落ちモールド化されているので、はい、こんな感じですね。綺麗にモールドになっています。そして頭部を乗っけると、こんな感じになりますね。ルブリスゾーン完成しました。ではまずこちら付属品の方から見ていきましょう。ハンドパーツの方が開き手のハンドパーツ、左右1個ずつついてきてます。そして主力のビーム兵器ですね、ビームディフューズガンが1つ、そしてビームサーベルが2本、そしてこちらですね、フェイズドアレイキャノンが1つついてきてます。でこちらの方がこのように
展開するギミックがついているという感じになりますね。そしてシールドとなっています。でシールドの方がこちらにビームサーベルを収納することができますので、こちらを取り外してここにですね、このように装着させることができるようになっています。2本ともこのように収納できるようになってますね。はい、ここで収納できました。はい、こちら付属品は以上になりますね。では早速本体の方を見ていきましょう。はい、本体の方なんですけども、いや、かなり奇形な形をしているというのはもう明らかにわかるかと思うんですよね。先ほどルグリスウルと並べて展開させて回してみたんですけども、明らかにサイズ感とか全く異なってくるんですよね。ちなみにこちら、はい、ルグリスウル、そしてルグリスソーン並べているんですけども、明らかにですね、手足のですね長さが全く異なってくるという、本当に奇形なモビルスーツになってしまっているんですよね。ではこちらまず稼働を見ていきましょう。まず頭部の方なんですけども、こちらぐるっと回すとこのようにありますね。そして頭上を見上げるとここまで、で下はここまでですね。はい、ここでも稼働するようになっていますね。である程度かなりですね、このように頭は自由に動いてくれるようになってますね。左右はこんな感じ。はい、そして肩の引き出し機構がついていますので、このようにですね、はい、肩は引き出すことが可能になっています。そして腕を持ち上げますと、はい、このままですね、まっすぐ上がっていきます。でこちら肩を広げますと、ここのアーマーがぶつかりますので、ある程度はこのようにですね、はい、背に上げてしまえばこのような形で上がっていくんですけども、このままだとちょっと水平は難しいかもしれないですね。なのでこのようにして、まあ、ここに回転軸ありますので、ここにしてあげるとある程度は上がるようになるんですけども、ただ肩アーマーの方を思いっきり干渉しちゃいますので、やっぱりですね、ある程度の制限は受けてしまうっていうような形にはなりますね。はい、そして肘の方なんですけども、はい、二重関節になっていますので、ここまでグッと上がりますね。何せですね、この前腕部が長いので、もうちょっとグッと来てもいいような気もするんですけども、おそらく通常のモビルスーツならいい感じのところまで腕が曲がってきていると思うんですよね。そして手首の方をぐるっとこのように回転になっています。そしてこちらビームサーベルをつけることができるようになっていますので、こちらをですね、ぐるっと反転させてあげると、ここにビームサーベルを刺すことができるようになってますね。はい、こんな形の腕のギミックとなりますね。じゃあ胸見ていきましょう。胸周りの方は、前はですね、このぐらい、まあ、若干動いてるっていう感じでしょうかね。横から見ても、はい、ほんの気持ち動いてるかな。そして後ろもそんなに大きくのけずることもないですね。で左右はと言いますと、左右の方も若干ほんの少しです。ただ回転の方は思いっきりですね、グリーンと回るような感じですね。で足の方はこちら、特にフロントアーマー、サイドアーマー、リアはありますけども、まあ、左右前がないので、そのままですね、足をそのまま切り出したいですが、なんせですね、太もものここが出っ張ってる、こんなにサイズが大きいので、このようにですね、足を動かそうにもかなり制限のかかっているというような状態になりますね。そして後ろの方は、まあ、後ろのリアスカートですね、こちらでね、リアスカートの方が、ある程度は動きますので、ここまでこんな感じですね。かなりですね、まあ、いびつなポーズにはなると思うんですよね。
そして水平に曲げようとしてもここに干渉してしまいますので180度の開脚はできないという状態ですね。はい、そして足の可動なんですけども、可動がまず1箇所目ここです。はい、そして2箇所目がここですね。まあ、二重関節とはちょっと若干異なるような感じになるんですけども、一応2箇所でですね、足はここまで可動するようになっていますね。そして足首の方はこのようにグリングリン動くというような感じになっていますね。そしてこのように、はい、まあ、倒そうと思えばここまでぐらいは倒せちゃうという感じになるんですね。はい、こんな感じのギミックがついてきています。なので完全にですね、これはもう奇形以外の何者でもないとっていうような感じなんですよね。なので若干ですね、もしかしたらこれ、まあ巷ではいろいろ合体やら変形やらささやかれてますので、ちなみにですね、この手足入れ替えるとこんな感じになります。はい、今手足入れ替えた画像にしているんですけども、こちらの方は、軸はそのままです。接続軸はそのままの状態にしまして、前腕とですねだけを入れ替えている状態がこちらになります。まあ、ダリル・バルデの方が腕飛ばすというゲートを見せてくれましたので、もし合体ギミック、もしですね変形のギミックの方がついているのであれば、もしかしたらですねこういった入れ替えがあるかもしれないですよね。はい、ではまたこちら戻ってきましたので、では今度はですねいろんなポーズをこちらの方に撮らせてみたいなと思います。こちら今2機並べてみたんですけども、見てください、このバランスの違い、まあ、背の大きさもそうなんですけども、腕の長さ足の長さが全く異なってくるこの2機なんですよね。そしてこちら説明書の方見ますと、こちらソンの方はバックアップをして、バックアップをですね主体とした戦術を行うということなんですね。そして兄弟機であるルブリスルートは違う性能を発揮するということなので、もしかしたら、まあ、巷でまことささやかに噂されている合体なんかもあったりするのかななんていうのも出てくるわけなんですよね。なのでこのですねバランスを生かした合体ってなったらどうなるのかなと思って、ちょっとですね一つやってみたいなと思いましたので、それをですねやってみたいなと思います。ほとんどですねこの形状のままこれに合体させるという感じになりますので、今回使うのはですねこのですねピンだけです。このピンが2本ですね。ない方は 3mm のピンを適当にこのぐらいのサイズで切ってあげればいいと思うんですけども、このピンをですね2個使ってちょっと合体させてみようかなと思います。合体させるとこんな感じになるギミックがあったりするかもしれないですね。そしてもしこんな合体をするんだったら、当然こちらはビットになって飛んでほしいのでこうなります。はい、ビットとして飛ばすならこんな感じで飛んでいってくれるのかなというような妄想合体をさせてみました。今回の動画はこれで以上となります。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。